お姉ちゃん、やってきました。やってきましたね。今日は15区の、なんていうか、ボーグルネルっていうところの近くの、飲みの市。イエイイエイ。もうそこで見つけたんで、見に行きましょうか。さあ、ゆるくね、今日も行きましょう。うん、なんかそんな80店舗ぐらいらしいから。あ、そんな多くないんや。うん、もしかしたら何も見つからんかもしれんけど、うん、とりあえず、まあ、毎度のことながら、グラスとか、グラスとか。グラスが手に入らんな、なかなか。全然手に入らん。もう1年ぐらい経つでな。うん、はい、まあ、じゃあ行きましょう。いいのが見つかるでしょうか。行ってみましょう。2番。マシュアイビデオ。結構モーサルのみんなよ。そう。どれ？え、あれ？あ、じゃあリュネビルや。リュネビル。おお。これあれや。あ、ほんまや。これはシュガーポットとセットでできるんやな。ほんまや。リュネビルのセットやな。あ、あれあったやつや。なあ。で、この楕円のやつはあんまり見たことないわ、リュネビルで。ワンチェックやな、これは。でも高そう。おお。アクセサリーもまたいっぱいあるやつ。またアクセサリーを見つけちゃう？靴屋さん、古着屋さんみたいな感じかな。すごいね、ここ空いてるね、なんか見やす。前とは全然。うん？あ、いいやんこれ。え、これもほらグリーンのやつ。これこのセット素敵。珍しい。ちょっとあれやんな、使用感たっぷりやけど。この辺は5ユーロブックオフみたいな。せやな、ブックオフ。せやな、かわいいよな、この透明のやつ。かき氷って感じ。おー、これあれ、シンプルやつ。うん、中盤、大盤やな、大盤カメラやった。あ、あ、ワンちゃん、フォックスか。フォックスかな、それか、あれ、オオカミ。分かんない。前もこういうの見つけて可愛かった。ライオンやな。うん、もうちょっといい色やったらな。いや、めっちゃ可愛い。あ、ガーガーちゃん。80ユーロした。ガーガーやな。ガーガーさん、時計とかもいっぱい売ってはるじゃん。交換けどいいんかな。直したら動くんちゃう。いや、結構こういうの好きなんよね。でもあんまり、でも家には飾ら、飾りたいとはそんなに思わんけど、でも好き、可愛いなと思う。おお。あら、ここら辺安いぞ、3ユーロやって。あ、いい置物や。ガガちゃんいっぱいやな。うん。あ、なんかちゃんと開いてる。確かに。あら。ゴージャス。ゴージャス。このセット。綺麗やな。これもリモージュや。うん。リモージュ。なんかちょっときらびやかな。きらびやかセットやな、ここは。あ、こののとかすごい綺麗やな。うまや。これがすごい美しい。お塩とかお砂糖とかいろいろ入れるんじゃん。でもやっぱあれやな、ゴージャスやな。すごい緑のやつ。わあ、ラピスラズリーじゃない。ラピスラズリーってやつ。あ、ピアノ。おー、キラキラや、緑に。すごいね。確かに宝石は。あ、赤や。あー、綺麗。うわぁ、なんかちょっとワンワンク上やな。あ、これも可愛いわ、これ。あ、綺麗。この赤のやつも。うまいなぁ。うん。良さが分かってきたぜ。ちょっと良さやな。メッセボク。あぁ。あ、ほんとに。うん。日本の書籍もある。これでも中国かな。あ、ほんまや。な。日本じゃなかった。うわ、はやちゃん、これは何用ですか？水？花かな？すんごいね、これ。うわぁ、天使が二人で覗いてはるで。これ、立ったって、どこに置いとくって感じやな。
あれやろ、なんかエントランスとかやろ。あ、エントランスレベチエントランスにポンって。エントランスか。あ、ワンちゃん。え、ワンちゃん危なくね、大丈夫。ワンちゃんかわいい。あ、おお、見てこの宿題、かっこいい。え、なんかこれ星なんだけど、なんで何の紐ですか。そう、何の紐って感じ。あ、ちゃうか。これなんか火つけるあれじゃない？これ機械。へえ。あ、緑、緑や。わーい、わーい。見して見して。うわ、来たー。いくらやろう。これ見たことある。これ知ってるやつ。あ、これもあれやったんや。ビルロワ？うん。え、違うんだ、こっちちゃん。あ、一緒？一緒じゃない。あ、これが現代で昔？ちょ、裏見てみるか。ほら、いやー、これは月中。これは月中でしょ。いくらかな、聞いてみよう。えー、嬉しい。いや、これ嬉しいな、久々に出会い。せやね、これまたね、あの、あれですよ、柄違うね、これ、またね。いや、ほんまや、こっちが同じ種類ちゃう。え、でも高かったからどうしよう。1個5ユーロやったら買おうか。5ユーロやったら、1個10やったらちょっと、1個10やったらちょっと無理かな。諦める。じゃあ聞いてみますか。やボンジュマラーム、あの、セコミアサーショッキエス、うー、レトゥーラジョフェ、アンドゥー、ウェイ40キャホン1、2、3、4、5、6、7、8、5は40キャホンってやって、1個5ユーロやって。1個、もう一回。1枚5ユーロでした。高くないです。あー、いいじゃん、買いましょう。全部で40って、全部で40やって、やった。どうする。いや、俺欲しい欲しい欲しい。全部全部ちょっとチェックしてみようか。うん、これも穴が開いてる。今穴はあれから引っ掛けてたんかな。引っ掛けようっぽいよな。あ、そうや、飾ってたんや。おい、ジュセールマーケー、わいわい、えっちゃん、嬉しいです。やばい、家の底が抜けちゃう。相変わらず収納スペースに怯えております。まいったな、早くマシュマロの目打ちしなくちゃね。デジュリアン、メッシーマダム、メッシー僕マダム、わじゃねおば。セボン、なんと、まあ前にさ、前の前の動画でさ、このブランド出会ってさ、ほんなら出会ったっていう、やっぱ縁があるような。ほんまや、不思議。あ、なんかそういう時期なんかな、わからん。お、かっこいいやん。すごいね。しかもめっちゃしっかりしてる。強そう。強そう。パン入れるやつ。あ、いいよな、パン入れるの好き。かわいいよな。なんか日本にありそう。新しいな。うん、すごい新しい。不思議よな、ノミノイチで行くと新しいより古い方がなんかテンション上がるっていうのは。これコロコロハンコ。あ、ちょっと好きなコロコロハンコやん。すごい、コロコロいっぱい。うまや。で、これがさ、前のあれやんな、コーヒーのカップにしたいって言ったやつと。あ、似てる、確かに青系。うん、あ、これどう、音楽が。いや、結構ガーガーのこれは違う意味ですごい欲しいね。かわいい。好き。コップもかわいいねんけどな。海からの贈り物コーナー。はい、海からやってきました。海から。おお。これあれやんな、オリーブとかさすやつ。そうやな、かわいい、使い回しできるやつ。はい、これ見て、葉巻セットみたいなやな。葉巻違うんかな。うわ、すごい。木の箱やったんやみたいな。かっこいい。嗜好品ってすごいわ。お前、日本のやつやな。ジャポン。見ててもこういうのとさ、意外とこういうのがなんか馴染んでおるっていう。でもこれもちょっとシーサーみたいで。あ、ほんまやな。猫ちゃんの絵もいいね。あ、これ結構綺麗やな。そうやな。え、でもこのとんがり具合とかめっちゃかっこいい。結構好きやな、これ。でもこれよりもこっちのデザインの方がかわいいな。
なんかこういう模様って多いよな。猿組のも昔のやつもこういう模様してたし、違うんかな。これとかな。これを置こうかな。そしてほらご兄弟のお写真がいた。ええ写真やな。急に現れる。誰ってやつ。誰。あ、おっことぬし様おる。おっことぬし様。おっことぬし様。え、なんでここに写真あるの、めっちゃおもろいねんけど。ほんまや。なんで。おことぬし様と一緒に行ったタタラバ。タタラバ。思い出の。いやいや、恨んでるから、思い出とかじゃない。おことぬし様、恨んでるから。ここ5ユーロコーナーやったね。あ、そうだよ。え、じゃこれ全部5ユーロなんや。あ、そうなんや。ちょっと欲しなってるよ。ちょっと欲しなったわ、今。おことぬし様、ちょっと欲しなったわ。おことぬし様、ちょっと欲しなったな。写真なんで入ってる。あ、これいつもの虫じゃない、口笛吹いて る、なあ、はい、お、あやの好きな形やん。はい、口笛虫、やっぱり口笛が鳴り裏切らんな、裏切らず。ギャラリーラファイエってやって、え、どういうこと。ラファイエットとコラボしてたんじゃん。そうなんや。でもよく見たら見て星やねんな。よく見た星やったわ。ちょっとガーガー、最近ガーガー目に、ガーガーね、目につくな。何これ。え、うわぁ、ハサミムシみたいな。キモ、おんも、おんも、うわ、すごい。いや、無駄に星なるよな。気持ち悪いけど。これも可愛いね、ちっちゃい。めっちゃうまいしてた。これもフランスや、リモージや。あ、へぇ、ほんまになんか惹かれるね。突然に置かれまくってるから、むしろ。あやちゃん、お面は。お面いいよね。あんまり興味なくて。10ユーロの置き方すごい。ここほらガーガー待ってるで、ドロロロって。ユーロ。1945年やって。え、高校生？髪型がやっぱ時代やな。わあ、ここすごいね、本が。ここの本の置き方なんか素敵やな。いい写真集とか売ってそう。写真集めっちゃ多い。へー。わー、これ、うん、何入れやろ。パペットネコット。パペットネコットや。パペットネコットや、マジの。だってカエルくんやろ。カエルくんや。あと猫ちゃん。ペットネコット。すごーい。で、カンカン。古いカンカン。ビスキュイテスリーラピエルルアンやルアンで、そうやな、おやの写真入れて、すごーい、かっこいい。ちょっと狭くてあれやな。なんやろこの溝。ペン入れるんちゃう。ちゃいな。でここに絶対消しカス、あーってなるよな。なんかさ、多分これなんか専用の机なんやと思うねんな。勉強机っていうかは。わかる。なんか司書さんがこう。そう、処理用とかか、なんか香水の瓶が並んでてとかが。調香師さんの。みたいな、なんかな。かっこいい。わからんけど。え、なんかそんな感じがする。専用の机を作るとかもかっこいいな。やっちゃう。すごい。あ、かわいいやん。え、書いてない。ほんまや、5ユーロやって。あ、あ、ごめんなさい。あ、いや、長さは合いません。あ、それかわいいな。ありですね。かわいいな。え、いいんちゃん、あやちゃん、それ。ちょっとアンティークにも似合うし。はい、あやちゃん、かわいいシャツゲットだぜ。マダム着てたやろな。かな、うん、いいですね、ボタンもついてるし、ちゃんと。ちょっとマダム感。楽しみ。あ、めっちゃ似合うと思う。あれ？引き置き？あ、どうなんやろ。でもそういう系やんな。でもあれか、このこれ好きやで。ガラスにこのシルバーの蓋。うんうん。小指やつ好きや。ほうほう。あー、すごい。ちっちゃいね。それ何を？お砂糖とかやんな、きっと。うん。いいな。
指輪これにね、ちょっと傷ついてるけど、そういうのが好き。え、ちょっと何このくらい、わーって撮る理解の仲間たち絶対気に入るやつがあるはずやからな、ほじってたら。あ、すごい、ぶどう、ぶどうや、ぶどうイヤリングやん。すごい、かわいい。これめっちゃいいやん。あうわぁ、かわいいな。かわいいですよ。なんならこれなしでもかわいいと思う。あ、確かに、これだけ、ほんまやな。うん、でもこれもボタンみたいなんやな。すごい、ここでもマダムやっぱ素敵な洋さん集めてはるね。洋がやばいな。うん、あ、ほらこれとかもいいやん。これあやちゃんの写真に。え、ちょっとここにつけとくの。そうや、もう常に首にかけとくよ、これあやちゃんの入れて。おお、面白い。これも、え、マジで。でかでも1個しかない。あ、2個あるわ。あるある、結構好きや、ごついのな。これ面白いな。あ、こうやって額に、額をこのあれにしてんやな。これ何、え、面白、これ珍しいな。あ、じゃああれか、輪っか系になるんや。初めて見た、初めて見たな。なるほどね。おお、マダム素晴らしい、素晴らしい、ブラボー、ブラボー、すごいいいお店やった、うん、あ、これあれやん、兄ちゃんやってる、かわいい食器屋さんや、すごくいいところ。おお、わー素敵、お、わー素敵、なんか華やかやな、あやちゃん。10ユーロやここは。これかわいいけどな、すごいバラ、ほんま買わんタイプ。ほら、かわいい。お酒エスプレッソやろこれは。そんな小さいの、違うんかな。え、近いやん。あ、すげえ、貝の形の、ここも貝やつ。わー、めっちゃ貝やん。どうしよう、いいなこれ、ポコポコポコ。これでさ、なんか貝料理出したらめっちゃ良くない。めっちゃ貝やんってなる。なんか、あかん、いいな、こういうのめっちゃおもろい。はい、パカーって貝料理入ってんねやろ。そう、それとかさ、あのホタテゴロゴロ入れて、いいね。え、すごい、なんか、いや、おもろ。1個だけでも買ってもいいぐらいの、かわいい、え、かわいいな、そう言われると。パカーン、めっちゃ近いやん、かわいいな。めっちゃ良くなってきてる。強く、お花差し、いいじゃん。え、これめっちゃ綺麗やな、かわいいんじゃん。お花ここにな。え、普通に良くない、うん、なんか古くはなさそう、うん、ヌーボーやな。ここがもうちょっと青かったら好きやったかな。確かに絵というよりも印刷感はなんかすごい繊細で新しい感じ、ね、やめとこうか。うわすごい綺麗。あ、やっぱ塩とかかな、これ45ユーロいいね。あ、リュネビルいっぱいある。もうリュネビルは結構持ってる。ちょっと良さそうなお皿があったら。これめっちゃ気になる。全然お皿関係なかった。びっくりした今。ドックンドックン言ってるから。2ユーロと5ユーロ。ちょっとファンシーさを優しくしてくれてるね、それ。はあ。あ、それかわいい。あ、結構割れてる。でもめっちゃかわいい。好きやんな。色もいいね。私たちの好きな色味、好きな。これはありじゃない？2ユーロやったら。ちょっと、でも割れてるな。もう一個ないかな。もう一個あれはちょっとありかも。割れてだろうが。おお。これなんか前見かけた気がする。そうそう、前も見かけて真ん中がなかったらよかったなって思った記憶がある。まあそればっかりか。ここでなんか場所特定されたらちょっとイメージが広がりきらんというか、そこでなんかそういう寂しさやな。いやー、やっぱここ素敵、ナイス。猫、あ、これいいね。すごい、いろんな動物や。やっぱ動物のやつがあんねんな、こうやって。
すごいな。猫で、猫とかライオンとかであったらいいやん、この全員集合感。ちょうどいいボロボロ感やな。でも高そう。ちょっとなんか怖い。ちょっとなんか本気やな。あ、これまたこの柄やな。裏見てみようかな。こういう柄のは BDF マンデコラ ルーアンやって。ルーアン、ルーアン系の食器なんかな、こういう模様。ちょっと気になってん。ファイヤーおかげ、ファイヤーなんかあのフランスあれやな、あの FF みたいな、なあ、ファイナルファンタジー的な、面白いな。オーケーをこうなあ。え、ちょっと待って、あら、え、これいいやん。ゴワゴワちゃんめっちゃおもろいな。テレビもいいよね。ちょっとでもおついかな。あ、それかわいいじゃん。それ10ユーロか。お豆か。顔がお豆っぽい、いいな形。お豆か。納得してくれたんや。あ、大きい花瓶があるわ。でかすぎか。こんな花束くれるの。はい。今日はあやちゃんのシャツと、そして欲しかったお皿ゲットできました。あ、嬉しい。緑のね。緑のやつ。いやー、なんか嬉しかったね。なんか結構サクッと出会って、うん、すごいテンション上がったし、で他も今日は結構いいお皿とか食器多かった気がする。なんかそういう時期あるよな。うん、あとなんか馴染みというか、結構何回か買ったことあるお店がさ分かる分かる、隣り合わせであってさ、あーみたいになってた。やっぱここの店主こういうの買うよなみたいな、みたいなって良かったです。イヤリングも可愛かったけど、ちょっと欲しかったね。うん、高かったな。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしまして帰りましょう、はい、じゃあまたお皿の詳細をお見せしたいと思います。はい、せーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバー、ありがとう。またね。嬉しいな。今日はケバブ買いますか。ケバブ買おう。ケバブ買いましょう。1年ぶりぐらいに食べるケバブ。うん、1年ぶりぐらい。やばい。